こんにちは。こんにちは。小林まさみです。はい、そして小林まさるです。はい、こちらは私の夫の父ですね。義理の関係にあります。アシスタント兼料理家の小林まさるです。かれこれ17年かな、やってます。はい、もうね、アシスタントじゃなくて、こき使われてますよ。はい、こき使ってます。今日は何を作るんですか？あ、おでん。寒い時にはおでん、うん、そして一杯、はいはいはい、必ず一杯がついてきます私はですね、鶏の手羽先肉を使った手軽なおでんを作ります。で、ね、俺の方は北海道でよく作るあのおでんに入ってるね、ホタテ、贅沢、ホタテの串刺し、うん、それとね、俺流の魚肉ソーセージ、はい、これもまたうまいんですよ、はいはい、おでんといえばやっぱり大根、大根、ね、大根美味しいよ ね、 大根ね、うん、絶対入っててほしいですよね。これから切ります。最初に大根頼むね。そうだね、私もそうかもしれない、うん、で今日はちょっとここは使わないんで取っておいて、で大根は薄いよりやっぱり厚い方が美味しいから2センチぐらいにこうやって輪切りにします。あ、厚い方がいいんやな、はい、うん、でもあんまり熱いと煮るのに時間かかっちゃうから2センチぐらいがいいと思います。で6枚ぐらい取ろうかな。そうしてこれの皮を剥きます。皮はちょっと厚めに剥いた方がきちんと火が通ってなんかこう繊維の部分も取れて美味しく食べられます。そうそう、大根はね、はい、こうおでんなんかの時は厚みの方が美味しいわ、はい、でこの皮は食べられるから、あ、食べられる、お父さん、じゃあご飯当番の時に使ってください、はい、何にしますか皮は。これはね、味噌汁に使う。味噌汁、味噌汁とかね、うん、それからちょっとこう油炒めにしたりね、あ、美味しいね、きんぴらとかね、うん、で全部こうやって皮を剥いて、もう一個かな、これもやろうか。あ、じゃあちょっとやってもらおうかな、たまには。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、もう終わっちゃいました、はい、余計なことすんなで、この大根を、まあ、より短時間で煮えて食べやすくするようにこうやって十字に切れ目を入れます。まあ、大体半分か3分の1ぐらいの高さまでこうやって入れておくと食べやすいです。で、入れるときにこうやって包丁の根元を使ってやった方がいいんですね。それは何ででしょう。あれ、なんだな、根元やるの危ないからか。あ、そう、先でね、先でやろうとすると力が入って真っ二つに割れちゃうから、根元でこうやってやった方がいいんですよ。手に違うか、分かんないね。大根が切れちゃう、先っぽでやるとこう大根を真っ二つに切っちゃうからこうやって切ります。で、耐熱皿に並べてください。で、これで電子レンジにかけますが、ラップをしましょう、はい、ラップをして600ワットで6分加熱します。はい、お願いします。よし、じゃあちょっとその間に鶏肉 の、うんうん、切れ目を入れましょう、はいはい、今日使うのはこの手羽先肉です。先がついてるもの、ないこの手羽中っていう部分を使ってもどちらでもいいです。で、この皮とは裏側に骨が2本ついてますので、その間にこうやって切れ目を入れてください。じゃあちょっと一緒にやってもらえますかね。今日は10本使います。やっぱり骨付き の、 肉は出汁が出るのでね、美味しいんですよ。ペイジン、トリキン、珍しい。あ、そうだね、うん、団子が入ってたりとかね、するよね。食べたことない、うん、はい、じゃあ、あと1本ずつだね。はい、行きましょう。骨と骨の間に沿って切れ目を入れます。はい、じゃあこれで鶏肉の準備は OK、はい、
これから美味しい骨から出汁が出ます。あ、なりました。あ、大根。じゃあ、はい、はい、どうぞ。はい、じゃあこれはもう熱いのでこのままちょっとラップを軽く外してこのまま置いておきます。じゃあ次は珍しいんだけど、うん、キャベツを入れます。あ、キャベツ、うん、あ、そのまま入れる。はい、おーおー、たっぷりと入るんだけど、これをロールキャベツみたいに巻いて入れたいからレンジにかけるんで、これラップまたここに広げてもらっていいですか。まな板よりちょっと長めでお願いします。はいはいはい、で、乗せます。それで、で、あとここにもまたラップを包めるぐらいだからちょっと長めです。はい、はい、で、こうやってふんわりと包んで、今度はこれをまた6分、同じ、あ、4分ぐらいでいいかな。6分ぐらいでいい、うん、4分でお願いします。4分4分、うん、4分、4分4分かなり柔らかくなってますね。でさっき加熱した大根も電子レンジで加熱してキャベツも加熱すると柔らかくなるのが早いので鍋に入れてからがとても楽です。で、このキャベツはさらにロールキャベツのように巻きたいので巻きやすくなるんですよね。でこれはちょっと熱いから粗熱を取ってから巻きましょう、はい、熱いよ、いいよ、温めてもすごいすごい熱くないの手と顔の面の皮冷めましたね。本当は何するんだな、うん、これをね巻いていくのでちょっと手伝ってもらっていいですか、うん、どうやってやる、教えてと、レンジにかけてるからここがこう曲がりやすくなってるから、これを巻いて手前を巻いて両端を巻きます。はい、それでくるくるくるってこう巻きます。で、あとは楊枝で止めます。はい、こんな感じです。はい、あ、うまい。お、俺のがかっこいい。本当だ。中に具は入ってないんですけど、こういう風に巻いて煮ると食べやすくなります。これで6個できました、はい、じゃあまずこの土鍋を使って調味します、今日はね、だし汁、うん、昆布とカツオで取っただし汁。うまいな。煮干しでもいいね。あ、煮干しいいね。煮干しと昆布でも美味しいですね、うん、で、これを入れて火にかけちゃいます。で、鶏からも出汁が出るんだけど、出汁汁と一緒になるともうより美味しくなります、うん、はい、で、酒ちょっと普通のともちょっと変わってる、はい、で、うん、少し砂糖を入れると美味しいの、少し甘みが出るんですよ、玉ねぎをね、ここにね丸ごと入れる人もいます、甘みを出すために。ああ、うん、そういうのがあるんだ、うん、で、醤油と、あとは足りない分の塩分は塩で補って、あんまり茶色くしないです、煮汁を、はい、で、これを混ぜます。酒入れた酒が入らないと気になる、はい、で、ここにさっき加熱した大根、ちょっとこう柔らかくなってるんですよ。で、これを入れます、はい、で、その後鶏肉です。手羽の骨付きのお肉も入れます。で、これは煮汁が沸く前に入れてしまって大丈夫です。はい、じゃあロールキャベツをこの上に乗せてください。はい、これはもう柔らかいので上で大丈夫です。はい、で、これで煮立ってきたらアクを取りましょう。
煮立ってきましたね。おお、できてきたな。これをアクがね、やっぱり鶏から出るからアクを取ります。これでアクが取れたら蓋をして、ちょっとでも蓋ずらした方がいいね、土鍋だと溢れる時があるから。でこれで、弱火にして、まあ、40分から50分ぐらいこのままいい、ね、放っときます。はい、そろそろかね。そろそろかな、うわ、おいしそう。本場を入れるんだ、うん、これだけでも美味しそうなんだけど、そうそうそう、はい、だけどおでんといえばこの練り物が入らないとおでんの味にはならないんですよ。で今日はさつま揚げと、これはイワシの団子だけど、別にあのちくわとかボールとかそういった何でも大丈夫。これを必ず、まあ、2、3種類入れた方がいいかな。隙間に入れます。手で入れちゃいましょう。はい、ね、もう手羽先なんかもねトロトロになってますね、はい、でこの旨味があるでしょ、こういった練り物には。あとだし汁も旨味があるし、鶏の骨からもだしが出るから、もうやっぱりおでんは旨味がないとね、煮汁が美味しくないと美味しくないんですよ。だしで、だしだね。でゆで卵、これはお父さんがゆで卵好きだから。お年寄りってゆで卵が好きだよね。なんでだろうなんでだろうね。この昔はさ、卵なんて、ゆで卵なんて、うん、本当に贅沢品、贅沢どころじゃない、病人だと思う、ね、だからだね、もう贅沢で贅沢で、うん、じゃあこれで蓋をして、あ、蓋をちょっとずらした方がいいね、やっぱりここも。で同じように10分から15分ぐらいかな、煮たらもう出来上がりです。じゃあ今度俺の具を行くからな。おでんだね、はい、おでんの具を行く、うん、で北海道に、ね、よくねホタテが入ってる。へえ、うん、こっちではないかもしれないけど、ホタテがねよく、まあ、北海道は取れるからね、これがねおでんの中に入る。これもまたうまいね。これちょっとこう口でこう刺して、お刺身を使うの。あ、刺身を使ってる。へえ、贅沢、うん、贅沢。ボイルホタテとかじゃないんだ。いや、そんなの使わないな。俺は食べた経験からいくとやはりこういうやつ、ね、この貝柱のここはついてていいの。あ、大丈夫大丈夫、こういうふうに作る、うん、おでんの熱いのを作りながらね、ふうふうって食いながら、うん、それで焼酎いっぱいガッ思い出すな、うまいな。今度魚肉ソーセージ、これはね俺の油断だけどね、本当にね自分で作ってる時で、あの東海道ね、いや北海道って、まあ、店屋では食べたことないけど、俺がおでん作った時は入れます。うん、これを入れてね、それで本当美味しいです。はい。まあ、半分に切ろう。はい。ね、俺は自分でやるときは一本でポッといっちゃうんだけど。へえ、うん。それも串に刺すの。あ、これです串に刺す。すごい。さっき言ったの串に刺すのが得意だ。子供が喜びそうだね。うん。食いやすいだろう。ちょっとこう手で持ってパッと持って、うん、箸使える、うん、おでんだ、これをね、はい、入れるんだけど、うん、これねあまりぐだぐだ煮ないんだけど、うん、これはね、うん、もうちょっと揚げ際に、うん、これ生で食べれるのかな、うん、ちょっと揚げ際に味をつけて、うん、はい、これで出来上がり、うん、じゃあ仕上げに入れますか。仕上げに入れよう、仕上げね、うん、じゃあそろそろ開けてみますか、また。あ、いこいこ、はい、感じかね、うわ、おー、いいね。でこれで私のおでんは出来上がりなんだけど、うん、じゃあお父さんのおでんだね、入れますか。はい、入れよう、うん、はい、じゃあ行きましょう、はい、おー、ピンク色が入ると新鮮だね。はい、はい、ね、はい、ちょっとこれちょっとつゆかけて、はい、うん、そうだね、下のもう大根も鶏もすごい柔らかいから、無理にこう返したりしないようにこうかけた方がいいね。そうそうそう、うん、じゃあこれで完成、はい、完成、完成です。はい。
次の日はこのね煮汁で米を普通に炊飯器でいいんだけど炊いて、この残った具はちょっと細かく刻んで乗せて炊き込みご飯にすると最高なの。これはうまいな。俺だったらこれをうどんでも、うどんのタレでも食べる。煮込みうどんにしたら煮込みうどんまだいいんじゃないかな。おでんは作ってすぐ食べるよりは一回冷ましてそれから温め直した方が味がグッと入って美味しいの。ああそうかそうか、だから早めに作るっていうことも大切。味がいい。ほんとほんとほんと、うまい、これやばい。